こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、神奈川県黒岩知事のマスク飲食に物申す。なんか神奈川県のさ、黒岩知事っておるやん。この人がね、なんと時短営業を行う飲食店への協力金支給の条件としてマスク飲食の推奨を加えたらしいっちゃんね。どう思う？マスク飲食、これなんでかっていうと、なかなか神奈川県でね、感染者数がね減らないということで、緊急事態宣言も神奈川は延長されとってね、そのなかなか下がらんから、飲食店の時短営業は継続するけども、その感染対策の強化をするために県独自の取り組みとして飲食店への協力金支給の際に、飲食店が客にマスク飲食を推奨することを条件として追加すると決定したらしいとよ。マスク飲食できるかっちゅうね思わん？だってね、例えばハンバーグ食べます、切ります、その時点でまだマスクしてて、マスク口に運ぶ時にはい外してパク、閉じマスクはめてもぐもぐ、はいまた切ります、マスク外して食べてね、取ってもわけわからなくなってきた。わざわざ食べるごとにね、マスクを外してつけてを繰り返す。こんなことできるわけないやろねえ。それが条件として協力金を出す。マスク飲食を条件として協力金、ある意味いじめに見えるっちゃけど、飲食店へのいじめやろ黒岩知事。だって言えるお店側の立場からして、お客さんにすいませんマスクして食べてもらえませんか、お客さんははできるかんなもん帰るわ、帰って、それがそういう悪い噂って広がるものでね、こんなことにあっただから店に行かんどこ店が潰れる。潰したいんかい黒岩知事はね。マスク飲食したってこれ感染が止まるわけないやん、嫌がらせやん。お客さんに気持ちよく食べてもらいたい飲食店の方がね、お客さんに言えるそんなことを張り紙はするかもしれんよ。あんまりよね。黒岩知事っていうと元フジテレビのアナウンサーやけんね、結局そういうこととよ。知事を選ぶのはね、ちゃんと考えて選ばんとこんなことなるよ。フジテレビ自体あんまりよく思われてないけんね。とにかくこのマスク飲食、これお店に対する嫌がらせとしか思えんけんね。黒岩知事は猛省してください。以上。ではご視聴ありがとうございました。それでは。